といったところで、大体テストの方は良さそうですので、吉田さんそろそろどうですか？そろそろここにお席がありますから、うん、ふーんって言われてしまいましたが、そろそろどうでしょう、テスト放送。おかしいな、心がここにないぞ、うん、なるほどね、わかりますよ、はい、テストです、テストです。まあまあまあ、今日がね、世界を救う日だってことはまあまあ薄々分かってましたけど、ちょっとはどうです、そろそろどうですか、ん。うんじゃない、うんじゃない、テストだからさ、はいはいはい、そうですね、テストテストテストしないと、しかもえ何このモデルよ、いいでしょ。そうね、いいね、いいでしょ、いいね、有機EL モデルが欲しかった。はあ。買ってきた。すごいな。いや、でもね、はい、久しぶりに、実店舗へ行ってきたんです。はい、某家電量販店の。はいはい。新宿界隈の某家電量販店に行ったんですよ。で、ティアキンモデルくださいって。そんな、無邪気に。言ったら、はい、あれ、吉田じゃないお前っていう顔されたんだけど、すごい強心臓で何も動じないぞ、昼間俺は動じないぞっていう顔で、手焼きモデルを買うんやっていう強い人、そうっす、家電量販店の方結構ね、フォーティープレイ、まあそうですね、してくれださってる方、大変お世話になっておりますよ我々もね、普通に買いに全部買うんかいお前って顔されたんだけど、俺はゲーマーですから買います。どうですか、立ち上がりいかがですか。いやね、はい、進まないんですよ。え？どうして？いろいろね、はい、開発者目線気になっちゃってね。なるほどね、いちいち気になっちゃう。そう、いちいち気になっちゃうんですよね。そうか、そうか、皆さんとはまた違う遊ばれ方をね、してらっしゃる。どうでしょう？あと、どうでしょう？だから綺麗にスイッチ映ってます？映って、なんか喋った。ダメだ、ネタバレすんなって怒られる。確かに確かに、そうね、音声が乗るのはちょっと良くないかもしれない。吉田ゼルダトレンド草って書いてあってすごい不安なんだけど。どういうこと？本当にまたそんな、それ多分おすすめに出てるだけじゃないですか。怖いわ。違うでしょ、それは違うでしょ。入ってる、いやいや大丈夫、違うでしょ、多分そうね、おすすめに出てる、おすすめに出てるだけでしょ、うん、多分そう、はい、怖い怖い怖い、なんかもう出てきたとか言ってる人もいて怖いんだよな。あ、確かに おすすめに出ますね。あ、おすすめに吉田ゼルダって書いてあった。 FF16 と吉田ゼルダがおすすめに出るんです。わけわからないですね。そうね、すごいなのかよ、マジで。河川パワーがすごい、欲しいですね、はい、語呂が良かった、ね、あ、なるほど、インを踏んでる、いや、もうやめろ、触れるとさ、はい、いいですと、いいですと、はい、